単位を取るために卒業するためにっていうような外発的な目標で学習をしてるっていう場合が多いかなと。学ぶことが楽しいんだと思って勉強できたりとか、あとは学ぶことってこういう意味があるんだって勉強できたり、ティーチングの部分には素直に任せていただくことによって、コーチングモチベーション上げるところに先生の役割というのをシフトしていただく。先生方みんな一回東京行って他のモデル校見てきてください。百聞は一見に近づなんで行ってみてきてください。こう変わるってイメージをみんなで共有しましょうっていうのが先生たちの会議の中で交わされた瞬間っていうのは私は結構スタートラインだと。学習に適した安価な端末の導入ということで、まあ、今回 Chromebook 導入してます。でこの Chromebook なんですけども、タッチパネルありません、リアカメラもありません。 ICT で授業を展開されるようなあのことを考えてことあのおられる先生方からとってはすごく違和感のある中身だと思います。何回かその Chromebook に触れた後、他の教科で触れた後だったんですけど、まずもう壁紙を自分の好きな絵に設定していたりとか、 Bluetooth イヤホン自分で設定して繋いでたんですね。そんな使い方は私想定してなかったので、しっかり生徒はやるべきことを分かっているなと。ある程度生徒の自由にさせた方が生徒ができますよというアドバイスをさせていただいてですね、かなりのご覚悟でこの授業を進めているんだと思いますけども、僕はだんだんですね、伺うたんびに先生方の顔が柔らかになりですね、先生方も変わるし学校の雰囲気も変わるというところがですね、実感できているんじゃないかなという。